大相撲秋場所は24日、東京・両国国技館で千秋楽の取り組みを行い、11勝3敗で単独首位に立っていた東前頭15枚目の熱海富士、21イコール伊勢ヶ浜部屋、が本割で朝の山に敗れた後の優勝決定戦で、貴景勝に叩き込みで敗れ所要18場所での史上最速優勝はならなかった。本割、そしして決定戦に連敗し 初支配は大預けとなった。主役として駆け抜けた15日間を終えた熱海富士は、第一声で、悔しいなぁ、と声を絞り出した。続けて、勝ちたかった、本割も決定戦も、ダメですね。ダメなところしかないです、と反省を口に。それでも優勝を決める大一番の土俵に2回も立つことができた。相撲の世界に飛び込んだ時の気持ちを振り返り、 入門した頃、横綱とかがあそこに撮っているの見てきて、そこに自分が立てていることを昔の自分に言いたい、としっかりとした口調で語り、前を向いた。悔しい本割、一瞬で終わった決定戦、自身に向けられる拍手、そして地元、静岡の大応援。関東賞を初受賞し、千秋楽を単独首位で迎え相撲ファンを沸かせた21歳は、 間違いなく秋場所の主役だった2023年を締めくくる九州場所で今場所の悔しさと経験を糧に再び入門時に夢見た横綱が立っていたあの場所に戻ってくる熱海富士作太郎熱海富士作太郎イコール本名武井作太郎2002年平成149月3日生まれ熱海市出身の21歳 熱海小6年で三島相撲クラブで相撲を始める。熱海中で全国大会個人戦5位、飛龍高3年時はコロナ禍で大会中止が相次ぎ出場できず。20年九州場所で初土俵、22年春場所新十両、22年九州場所新入幕。1ル8 6 1 8 1キロ得意は右四つ、より。